マンチェスターダービーで日本人対決が実現した。19日、FA 女子スーパーリーグ、フォーズル、第7節でマンチェスターユナイテッドとマンチェスターシティが対戦した。動画、長谷川結衣のハイプレスが逆転ゴールの起点に。ユナイテッドのホーム、オールドトラフォードで行われた試合はには、シティのなでしこジャパン MF 長谷川結衣がボランチの一角で先発出場。 FW 宮沢日向はベンチスタートとなった。43,615人という記録的な大観衆が集まった試合。立ち上がりから攻勢に出たのはシティだった。サイド攻撃を中心にユナイテッドのゴールに迫るも、イングランド女子代表ゴールキーパーメアリー・アープスの構成部などもあり、ゴールを奪えない。すると先制したのはユナイテッド。 イングランド女子代表 DF アレックスグリーンウッドのハンドで PK を獲得すると、これをイングランド女子女子代表 MFKT ゼレムがしっかりと蹴り込み先制する。押し込みながらも先手を奪われたシティ。ユナイテッドは31分にもゲイセダシルバフェレーラがネットを揺らすが、その前にラインを割っていたとされのゴールに。シティはことなきを得ると、34分にやり返す。 左サイドを仕掛けたイングランド女子代表 FW クロエ・ケリーが持ち出してグラウンダーのクロス。これをボックス内で受けたオランダ女子代表 MF ジルルートが蹴り込みシティが追いつく。さらに35分にはユナイテッドのビルドアップを高い位置で奪うと、最後はイングランド女子代表 FW ローレンヘンプがボックス内右から技ありシュートを決めてシティが一気に逆転する。前半をシティのリードで終えると、 55分にもユナイテッドにミス。ゴールキーパーからのビルドアップを行うと、最終ラインからのバックパスが短くなり、猛然とジャマイカ女子代表 FW カディジャ賞がプレス。ゴールキーパーアープスがボックス外に出てクリアしようとするが、これが賞に当たってそのまま無人のゴールへ。シティがミスにつけ込みリードを広げた。シティはその後一人退場して10人に。 逆襲したいユナイテッドは7分に宮沢を投入して日本人対決が実現。長谷川は83分に交代となったが、シティが逃げ切りに成功。宮沢は積極的にシュートを狙っていくシーンもあったが、1、3でシティが敵地で勝利を収めた。シティはこれで勝ち点を13として3位に浮上。敗れたユナイテッドはシティに抜かれ、勝ち点12の4位に交代。 首位はチェルシーが勝ち点19で回想している。